幅しかちゃんと幅気になるせり出てるよ今これおいおい、なんだこれあれ土砂だマジか聞いてみよう、まあ、来たいんだね最初ね、ここから吊り橋が見えたらあ、見えた見えたこっちだったこっちだった撮って撮ってどれあれだよ、あれあれだあれ見えた俺見えねえんだけどあれあれあれあ空中ブランコみたいになってるやつどうやんのあーあれかあやべえお前ふざけんなよあんなあんな橋じゃねえだろバカじゃねえよ上上上真上ですよあれをお前あれを橋って言わねえんだったろあれ電線でしょ電線電線電線いやーどうよショッカーさんこれはいいね面白いよあでてかあの岩の落石で落ちてたかじゃああもう登るしかねえな登ろう、うん、どこ登るのそこそこを登るしかない完全にクライミングですよクライミング、うんそう、そっからなんだよな山さん、この格好で死んだらどうするよこの格好で死んだらちょっと親に合わすかもねえよ大丈夫、そっと脱がしておくからだって俺、必要ねえのにベルトまでしてきたもんたけし、行けそうかヤマさん、ソープが落とした石気をつけてねキーキーキー、危ないよ、キーこんなにまだまだ先長そう結構高いっすねまだそれ橋見える橋、はい、橋見えるそっちじゃねえべあでもなんか危ない危ないおお危ないダメこれおおおお体のラインがくっきり出てるちょっとだらしないといけのショッカーケツがやろいなおっぱんにした本当だってこれ必要ねえのにしてるから、ね、確かにねベルトする必要全くない全くないから、うん、釣り場所がどこにあるからあったこの上だやっぱこのルートだあれだよねうんいやあ終わった来た来た下るとき気をつけてね落ちたらおしまい終わった来たマジかこんなんかいやこれ無理だしょうちょ緊張するっちゃ緊張するおお怖いもう無理無理無理ここも見てられる言ってることおかしいよ格好もおかしいしお前おいちょっと待っておい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